今日は、人気グループスのオマンのメグロレンさんが、自身のインスタグラムアカウントを開設し、一時停止された後に復活したという話題についてお伝えします。メグロさんは、23日の13時頃にインスタグラムを開設しました。その際に、ストーリーズに、メグロレンですよろしくお願いします。とコメントしました。メンバーのラウールさんも、自身のストーリーズで、 親友がインスタを始めた楽しみすぎる笑いと、目黒さんのインスタグラム解説を紹介しました。このニュースは、ファンの間で大きな反響を呼びました。目黒さんのフォロワー数は、解説からわずか約7時間半で100万人を突破しました。しかし、その後に起きた出来事は、ファンにとって衝撃的なものでした。 メグロさんのアカウントが突然停止されてしまったのです。その理由は、インスタグラムのシステムが、メグロさんのアカウントをスパムと誤認したためだと言われています。この事態に対して、メグロさんやスタッフは復旧に努めました。そして、24日の10時頃には、メグロさんのアカウントが復活したことが報告されました。メグロさんは、ストーリーズで、 今起きました、寝すぎました、寝てる間にいろいろすみません。とアカウント停止について謝罪しました。また、復旧活動してくださった方々もありがとうございます。と、感謝のメッセージも載せました。グループの公式インスタグラムでも、目黒さんのアカウント復活を喜びました。目黒さんは、同日の21時頃からインスタライブを行う予定でしたが、 アカウント停止の影響で中止になる可能性もありました以上が、スノーマンのメグロレンさんがインスタグラムアカウントを開設し、一時停止された後に復活したというニュースでした。ご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。女優の川口の春菜が、自身の公式インスタグラムで、東京ドラマーウォード2023の個人賞で、2022年に放送された、サイレント、 の主演女優賞を受賞したことを報告。自身がトロフィーを持ったソロショットとともに、同作で共演し、助演団優賞を受賞したメグ・ロレントトロフィーを持つツーショットを公開した。川口は、東京ドラマーボードに千0 2 3とんでもなく素敵な賞をたくさんいただきました。一年経った今もたくさんの方に愛されてるなと実感します。そんな作品に出会い得て、私はとても幸せです。 というメッセージとともに、グレーのドレスを身にまとい、トロフィーを持ったソロショットと、黒いスーツにコサージュをつけたコーディネートの目黒と並んだソロショットを公開。サイレント、ファンのタレント若月千夏,夏からは、最高ショットあざす、というコメントが寄せられています。また、サイレント、は、東京ドラマーウォード2023、で、 連続ドラマ部門の優秀賞を受賞し、夏穂が助演女優賞、風沼行きが演出賞、オブ、フィシアエルヒゲオとコディスムの SU バスターミナルアイトル、が主題歌賞を受賞しています。THE ファーストタイムエース編集部、人気のソレスのチャレンジ企画は、二人が機長になりきり、機内アナウンスに挑戦するソレスノーマンにやらせてください。 が、TBS で、毎週金曜に10時から放送中です。11月3日の運営アでは、中村凛也がスタジオゲストとして迎えられ、メンバーそれぞれの趣味や特技を活かして体当たりでチャレンジします。今回はスノーマンの安倍良平が、大手航空会社の JAL で、一般人は、立ち入ることのできない立ち入り禁止エリアに潜入します。 安倍と一緒に立ち入り禁止エリアに潜入するのは、ホスト界の帝王コトローラー ND です。飛行機好きのアドローラー ND コンビは、テンションが白上がりして、様々な立ち入り禁止エリアへ潜入します。羽田空港では、飛行機を動かすための専用の車に潜入します。番組情報、TBS、ソレスノーマンにやらせてください。には、普段は、 見ることのできないカリフォルニアの姿に迫る。出演者はスノーマンで、スタジオゲストには中村凛也が登場します。TBS リリース情報によると、2023年9月6日に、シングル、デンジャー・ホリクが発売されます。火曜ドラマ、マイ、セカンド、アオハルは、広瀬アリスが主演し、何わ男子、 道枝俊介が出演しています。第2話は10月24日に放送され、作品名だけでなく道枝、フォントなどの関連ワードがトレンド入りしました。小笠原拓の料理や運転姿から衝撃のラスト30秒に至る予測不能の展開がありました。物語は30歳の社会人である主人公、白玉さや子がミステリアスな大学生、すぶせの言葉をきっかけに学び直しを決意し、 大学生になるというラブコメディーです。さや子とつぶせと同じ大学の工学部建築学科にはらりっかいいぬまい。水沢林太郎。木内夢奈。浜尾のりたかが出演しています。また、さや子の先輩オフェンスラインで、理解者の根村真子役は井本彩子。マリンの父親で、シェアハウス、サグラダ・ファミリー家のオーナー、ヒューガ・ショ役は、 安藤正信がストーリーを盛り上げています。スノーマンのメンバーである目黒蓮がインスタライブで、10時から道枝くんのドラマだよね。俺れそれ見たいんだ、と発言し、それによって、道枝くん、いや、ミッチーのドラマ、が早速トレンド入りしました。目黒の誘いもあり、注目度が高かった冒頭では、さやこが無防備な尿器状態で、 初恋の人、日向と再会し、彼女の黒歴史が明らかになりました。第2話では、卓がキッチンに立つシーンがハイライトの一つとして描かれました。夜半作りの当番だった卓がや子の部屋に行き、飯、と一言声をかけるシーンが注目を集めました。飯、と一言声をかけるシーンが注目を集めました。さらに、卓が、 さやこの料理を手伝いに来たシーンでは、章がするって私も聞かれたい、と、多くの人が感じたであろう気持ちが描かれました。タクは、道へフォントというトレンドになった課題で苦戦しているさや子を手助けすることになった。タクは立見ドライながら、さや子を気にかける優しさを持っており、すんけんしてるけど優しい、すぶせくんつんつんしながら優しいのキュンとする、 潰せくん積み作りな男ねえこんなん誰でも惚れるでしょうよ、と言った声が上がり、そのツんでるなギャップで視聴者をときめかせた。拓が家に戻り、アイデアを練ろうとすると、SNS に、道へフォント、という言葉がちらほらと現れる。実は、拓役の道への字は、個性が強すぎるため、道へフォント、と呼ばれており、これが演出として取り入れられた。 広瀬演じるサヤ子が、じきったな。うと突っ込みを入れるほど、道へフォント惑星が強く、愛してやまない道へフォントが、ついに地上波に出てしまったので、全力道へフォント、道へフォントドラマ中にも出てくるとは、といった声が続出し、まさかのトレンド入りを果たした。